横浜隼人高校シートノックの準備をしてください。横浜隼人高校シートノックを始めてください。時間はただいまより7分間です。ただいまから第92回全国高等学校野球選手権神奈川大会準決勝、本日の第1試合、横浜高校対横浜隼人高校の試合を行います。試合に先立ちまして両校のスターティングメンバー並びに審判員をお知らせします。先攻横浜隼人高校1番ショート上野君、ショート上野君、2番サード工藤君、サード工藤君、3番レフト中島君、レフト中島君、4番ファースト大野君、ファースト大野君、5番センター鈴木光太君、センター鈴木君、6番キャッチャー菅野君、キャッチャー菅野君、7番セカンド上畑君、セカンド上畑君、8番ライト稲垣君、ライト稲垣君、9番ピッチャー今岡君、ピッチャー今岡君。対します高校横浜高校、1番レフト紀藤君、レフト紀藤君、2番セカンド大石君、セカンド大石君、3番キャッチャー近藤君、近藤君、4番ファースト新井君、ファースト新井君、5番センター荒木君、センター荒木君、6番サード徳井君、サード徳井君、7番ライト音坂君、ライト音坂君、8番ピッチャー斉藤君、ピッチャー斉藤君、9番ショート青木君、ショート青木君。なお審判員は球審斉藤、球審斉藤、一塁小林、一塁小林、二塁島田、二塁島田、三塁飯島、三塁飯島。以上4種でございます。なおこの試合のアナウンスは松陽高校野球部マネージャー木下よしみが担当いたします。試合開始まで今しばらくお待ちください。
神奈川県教育委員会が県内の公立小中高等学校 PTA 団体などによって構成されているいじめ暴力行為等防止運動推進会議より知らせいたします。ご来場の皆様もよくご存知のように神奈川